オバマを勝手に応援する会は2008年アメリカ大統領選挙に米民主党の候補として立候補し当選したバラク・オバマと名前が同じであるとして福井県オバマ市の一部市民有志が勝手に結成した会である。発足時はオバマ候補を勝手に応援する会であったが2008年12月10日に名称変更された。会のホームページによると2006年に バラク・オバマが訪日した際に、税関職員から、私、オバマの出身なんですと声をかけられたことが結成のきっかけであるとしている。2007年1月、当時のオバマ市長であった村上敏夫は、オバマ市の名前を広めてくれたお礼として、霊場とオバマ市の英語版パンフレット、若さ塗りの夫婦橋等オバマへ送った。これに対して、オバマから霊場が来たり、 大統領当選後、麻生太郎との電話会談で話題になったりしており、オバマ本人もオバマ氏の存在を認知している。また、会から公認されたグッズとして、オバマの似顔絵をプリントした T シャツやハッピ、鉢巻き、箸などが販売されている。なお、オバマのイラストは著作権登録されており、ホームページに、オバマ候補を勝手に応援する会が制作したロゴです。 商品への転用は固くお断りしますと記されている。オバマの大統領就任式でフラダンスを踊ることを目指していたが実現しなかった。さらにオバマへの贈り物や口利きの取り次ぎを頼まれるなどしているが、会としては実際に取り次ぐ方法もなく困惑している状態である。2009年11月大統領就任後初のオバマ訪日に際し、 世では大統領に会いたいと上京し、大統領と同じホテルに宿泊し機会を待ったが、直接の対面は叶わなかった。しかし、リムジンのガラス越しではあったが、4メートルほどの距離で2度も遭遇しており、大統領も通り過ぎる車の中で後ろを振り返るほどの様子で手を振ってくれるなど、お互いに認知し合う間柄となった。そして、遭遇した10分後に行われたサントリーホールでの、 公演で大統領の口から I could not come with out s マ n d i n g my greetings and gratitude to the s e a s n s of Obama Japan という言葉が飛び出した。オバマ氏とオバマを勝手に応援する会が大統領に認知されていることを証明する初めての公式な機会となった。しかし、オバマが2014年4月23日から2泊3日の日程で訪日した際は市長は 特にアクションを行わず、また地元ニュースでも扱われず、地元紙である福井新聞も記事にしなかった。一方、同じオバマの名前の長崎県オバマ町は歓迎ムードに沸いた。オバマを勝手に応援する会のホームページは2011年7月を最後に更新されていない。2017年1月14日にオバマ大統領退任にあたり、ありがとう。 オバマ大統領と銘打った感謝イベントをオバマ市町の駅、朝日座で開催した。オバマフィーバーはオバマフィーバーとして世界にニュースが配信され、オバマ市の知名度アップにつながった。ありがとうございます。